荒らアらカシコは2009年4月4日から仙台放送で放送されている情報、バラエティ番組。略称はあらカシ。マルチに活躍するタレント牧野隆をパーソナリティに、当時仙台放送のアナウンサーだった原エリナと大学を卒業したばかりのモーリノマコをアシスタントに起用、仙台放送のミニ番組、今時モービレ TV に今時。 仙台ガールズとして出演していたトヨダエリーを今時モービレコーナー担当に在仙台の芸能事務所所属モデルをあらかしガールズに再編成し番組のリポーターとして放送を開始した情報バラエティ番組である女子限定エンターテインメントと名打ちグルメビューティーショッピング旅行映画ファッション音楽カルチャーなどの最新情報や話題の商品の紹介 料理コーナーなど女性のための情報バラエティ番組となっている。あらあらかしことは女性が手紙の文末に記す結びの言葉で十分に意を尽くさず恐れ入ります。のいであるが週末の結びの番組としてあらあらという驚きや賢い生活を楽しみましょうという意味も含まれている2009年12月には 月間平均10.2%の視聴率を上げ、仙台放送の2005年から続く全日、ゴールデン、プライム各時間帯の年間視聴率3巻を5年連続で達成した要因となった。2014年2月7日の牧野隆の旧姓の後は、MC を千葉直樹と小坂大魔王が共に引き継ぐ形となっている。以前のコーナー、編集メインパーソナリティコーナーレギュラー当初は、 モックプランニングと仙台 SOS、モデルエージェンシーのいずれかに所属するタレントが数的に、きっし、他社が割り込む形だった。仙台 SOS は、モラドカンパニーに社名を変更したが、その後、破産して所属タレントが離散した。現状は、従前のように、モックとラギセモデルエージェンシーといった、学歴不問のタレントに加え、 学歴が事務所所属に関係するエピカンパニー、所属タレントの進出が見られる。以下では、女子大生が売りの事務所であるエピ所属タレントのみ、所属中、所属した大学を復帰する。CM 出演、編集あたり番組の前、中間、後などで流される CM の中で、あらかしガールズの肩書きで、メンバーが出演しているそれらがいくつかある。 それらはいずれも宮城県のローカル CM である。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年。ありがとうございます。